南極の歴史。ギリシアのプトレマイオスが未知の大陸と記し、人々がずっと関心を持ってきました。クックが初めて南極圏に入るも南極は発見されず、1820年に南極が発見されます。イギリスのロスがここを探検し、アムンゼン率いるノルウェー探検隊が初めて南極圏に到達。アムンゼンと競っていたスコットは少し遅れて到達しますが、帰りに遭難して全滅してしまいます。アメリカの海軍は1929年に南極の上空を飛行することに成功し、1959年には南極条約で各国の領有権が凍結されました。日本人だと白瀬信が初めて南極を探検しました。10時間世界史、12時間日本史で検索。